違うな。どうしてミキと同じものを試着しても同じにならないんだろう。やっぱりマコトくんにはあっち系の衣装の方が似合ってるよね。ね、もう一回着てきて。嫌だよ、コスプレショップの歌劇団の服は。舞台衣装を見に来たんじゃないんだし。あ、プロデューサー、ミキ振り回してないよ。マコトくんが可愛くなりたいって言うから協力してるの。ああ、プロデューサー、どうして僕が着てもミキのモテ系ファッションは似合わないんですか。そりゃ理由はいろいろあるんでしょうけど、一体僕とミキの何がそんなに違うんです。体型、まあそうですけど。ってことは全然違う服を探せってことですか。全く言う通りですね。正論すぎてグーの音も出ないです。ねえねえ、じゃあプロデューサーがマコトくんの服を選んでみたら。ミキも見てみたいな。高みがもう目の前に。やあ、調子はどう？審査員、君たちが出ると聞いてちょっと無理やりにね。ところで君たち順調そうじゃない。ランク A に挑戦するなんて。ここを勝ち抜けばトップクラスの仲間入りだ。そしてアイドルエクストリームの挑戦権も得ることになる。君たちには期待してるよ。磨き上げた力、
私に見せてほしいな。何が？気にする理由？そうだね、強いて言うなら特にない。それもそうか。ごめんごめん、鋭いんだな君は。でも本当に理由なんかないんだ。ただ気になる、それだけじゃ不満？時間ね。それじゃあ健闘を祈ってるから。未来があるのなら行ってまいります。たい焼き買ってきてありますから、よかったら冷めないうちに食べてくださいね。